ルナが来ない。よし。あれ、ルナが来ないよ。ちょっと待ってくださいね。ルナが来ないです。見れない。ハプニング。やばいやばい。待ってください。あ、待って、なんか映っちゃった、違うの。やばいやばい、慣れてないのバレる。あれ、リクエストが。リクエストを見る。待って、なんかね、違うのが映っちゃう。え、待って、どうやってやんだろう。ルナ来てるよね。なんかリクエストボタン押してもね、反応しないの。これはなんだ。待って、どうしよう。え、どうするの。来てるよね。え、待って、ルナのとこに、あ、来た。どう？どうですか？来たー。遅い。すいません、ずっと爆笑してたんだけど。やばい、もうあって後ろ映ってるし。ちょっとね、映せる範囲が狭いんで。久しぶり。久しぶり。超ビビった。どうしようかと思った。笑い止まんないのに突っ込んでも聞いてないしさ。どうしようかと思った。うん。ね、こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。みんな見てくれてんのかな？うん。なんか今私は、あの、クッションを、めっちゃね、積んでね、やってるんだけど、そのクッションの裏側が見えちゃってた。だから、そうなっちゃうから、テープ貼れって言ったのに。そう、絶対ね、ちょっと。でも大丈夫、全然散らかってなかったよ。うん。ドキドキしてる、緊張してる。いくらなんかずっと、はじめまして、ルナでーす。ルナでーす。いくみでーす。知ってると思う。顔アップすぎひん？顔アップすぎるね。でもこれ以上弾けないから。ルナじゃない？ルナかな。ルナで、お互い近いね、すごい。こんなに画角狭くなっちゃうのね。そう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 。なんか一人でやるよりね。言っといてよ。アップね。いやいや、なんでそんな。初めてだからね。そう。イクが初めてのインスタライブだから、もしなんか、イクのことで聞きたいこととかあれば、何でも答えます。落ち着こう、落ち着きます。え、いや、落ち着こうって来てたから。あおちゃん、もう本当にこういう SNS が弱くて。そうだね。そう、あ、どうやってテレビ電話してても、テレビ電話じゃないよね、LINE ライブインスタライブしててもルナの目見れない、緊張して。なんでやねん。最近何してんの？最近はずっとドラマ見てます。家にいるんだ。でも家にいる。なんかみんな愛の不時着見てほしいって言われてる。え、愛の不時着、え、知らない？知らない。嘘、韓国の今めっちゃネットフリックスか。あ、そう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 。あ、知ってる知ってる。ね、ルナ声違う。嘘。うん、なんか高くしてるでしょ。本当はもっと低いじゃん。それあんたと喋るときのあの低い声じゃダメでしょ。怒ってますかって言われちゃうから。待って、ちゃんといくんですけど答えないといけない。そうだ、ね、え、あの下の質問の箱から質問してくれれば確実に答えれるけど、流れちゃうんだよね。いくちゃんへの質問が多すぎて。ルナが今日は MC をやっていくから。そう、打ち合わせではルナが MC ってことになりました。いくらテンパっちゃって何も答えれないから。おばあちゃんに会えてますか？
おばあちゃんは会えてないです。そう、会いたいけど。そうだよね。ダメだね、今はね、しばらく。うん。元気ですか？だって。元気です。だそうです。花ちゅう見ててくれた人もちょこちょこいるね。うん。嬉しくない？いっぱいメッセージくれたよね。ね。ルナさんとはどんな関係ですか？ルナとは、花ちゅうっていう中学生雑誌の時に初めて出会いました。それから親友です。そうです。仲良し。とっても仲良しです。ひっちゃん、今日何で料理したの？今日は料理してないかな、うん、今日してないんだ。花ちゅう大好きだった。ありがとうだね。ありがとう。10年前とかでしょ、あれだってもう10年以上前か。うん。あ、10年前だ。13年ぐらい前に出会ったでしょ、あっちは。なんで笑ってんの？なんかこの間、ルナが夜中に花ちゅうの時の写真送ってきてて。あ、バーっと送ったよね。気づかなくて、で、あ、そう。ってなんかそれ見たんだけど、無視してるから、ね、おい、無視するなって来たんですよね。え、反応ないのって。あ、すごい、何十枚も写真送ったのに、何も返事なくて、既読ついてるのに。え、この人なんか言うことないのかなと思って、いや、反応ないのって言ったごめん、二度寝してたって。っていう。ね。ゆきちゃん、痩せただって。いや、痩せてないです。てか、この自粛期間、マジで怖い。っていうね。どんだけなんか、太っちゃうんだろうと思って、頑張って気をつけてるんですけどね、やっぱり、ちょっと運動不足。でも、顔は全然問題ないよ。ね、本当？なんか、でも、顔欲しいな。光が当たっちゃって。うんね、ルナが神々しい。私、なんか、オレンジライトしかなくて、お家に。すごくオレンジになっちゃってるんですけど、家っぽい、めっちゃ一人で寝れるようになりましたか、だって寝れないの？一人で寝れてるでしょ、ね、寝れてますけど、うん、ね、でもホテルとかやっぱ仕事で泊まりに行くこと多かったから寝れるようになりました、うん、ね、すごい面白い。なんか私誰も見てくれなかったらどうしようと思ってたから。見るでしょ。裏花めっちゃ見てましただってなって、ね、裏花。あの写真見返せれない。私ずっとなんかゴリラのモノマネやってたし。そう、イクは花中ってゴリラキャラだったんだよね、うん。今もでもちょっとそういう感じで残ってるからね。ゴリラっぽさは全然残ってる。大丈夫。ざわつくざわつく。ゴリラなんですかってなっちゃう。ゴリラになっちゃうよって言われ続けて、でもそれでもやってたら、ルナがずっとゴリラって言ってきます。ルナは可愛くお猿さんキャラだった。自分だけね。自分だけ。今、花中世代の子たちは、会社員とか就職してるのかな？同い年ぐらいじゃないのかな、大体、うん。そうだね、就職。とかじゃないのかな。懐かしい。メイクほぼしてないですよね。めっちゃ。なんで？メイクほぼしてないですよね。めっちゃ綺麗って言ってもらってるんですけど、メイクしました。あ、そう、しときなって言ったルナが。で最初なんてマスクしてていいのかなとか言っちゃったけど、ね。そうそう。インスタライブ撮った時、いくマスクはまずいかなって言う、当たり前でしょ。誰がマスクしてインスタライブするんだよ。ゴリラのモノマネしてだって。ちょっとそれは3、2、1お願いします。事務所確認入ります。キモ。全然ゴリラに見えないですよって言ってくれてるよ。あ、もっとそういうよかったね。うん。なんか質問箱全然来ないね。質問箱の方がわかりやすいんだけど。うん、質問箱のやり方わかんないのかな、下にあるんだけど、ないか。質問箱って何？あ、27件来てるよ。え？27件来てる。え、あ、そう、イクの方でしか見れないんだよ。そうなんだ、私が。その質問箱。イクが答えれるやつを選出していいよ。あ、そうだ、イクから始めたから。うん、他の花中メンバーとは今でも。違うよ。その質問をして、そうするとプンって出んの。この感じに。
自分でやらなくていいから。そしたらコメントも同じだから。もう。あ、そうそうそう。これ今すごいですね。今会ってる子いる？あの、会ってはないけど、ナミが同じ事務所です。あ、まさか。そっか。そう。会ってないんだ、でも。うん。なんかね、あんま、事務所とか行くけど、あんまりタイミング合わないかな。ああ、でもこの間ヒデと美容院でたまたま会った。で、LINE 交換して、で、今度ご飯行こうってなって。あと、リサとかは、あの、インスタでつながってるから。うん。私も、のんちゃんぐらいかな、インスタでつながってる。のぞみ？うん。のぞみ、会いたいね。だから、その、同窓会をもうすぐしようって、もうちょっとこの期間が落ち着いたら、しようって話してる。ね、でーす。なんか、でも、最初さ、超気まずそうじゃない？みたいな。なんでよ。私はなるよ。私は超人見知りだからなる。大丈夫、ルナがまとめるから。質問変えていいよ、これ。OK。じゃあ、ちょっと待って。悩ませてください。ボン。せっかくなんで。花中の裏話が聞きたいです。花中の裏話なんかある？なんか全部締めに出してたから。ね。裏話。あ、でも。なんだろう。音楽流して泣き始めたりとかして怒られた。ああ、そうそう。あと私がすごい残ってるのは、なんかルナが、じゃがりこ食べてて、で、萌えちゃんが、なんかじゃがりこのアレンジを作ってくれて、あそれ芋のやつ。塩分がすごかったの。で、その次の日も撮影で、ルナが顔まん丸できて、怒られてたイメージある。萌えちゃんいただきて、中1とかなんか違う。なんか、おいしいって食べてて、で、ルナがそれ食べ過ぎちゃって、次の日顔むくむくで、目も全然開いてなくてきたっていう思い。花ちゅうさ、その思春期だからさ、超顔がむくれるときあるよね。で、やばいよね。よってなってた。ピン表紙とかの顔もんまるだもん。むくむくむくってたもんな。マジでもったいない。気にしてなかったよね。いくの花ちゅうの裏話あるかな？なんかいっぱいありそうだけど、もう覚えてないな。めっちゃあると思うけど、面白い話。ルナがでも撮影中喧嘩とかじゃなくて泣かせちゃったと思う、確か覚えてる。わかんない。切ない話をし始めめちゃめちゃしたらいくら泣いちゃったのでルナ怒られた、あのフルフルとか、あの編集部さんにもうルナピー泣かせないでいくちゃんのことって言って怒られた。覚えてない？覚えてない。でも私は覚えてないか。なんでよく泣いてます。よく二人で泣いて、でもめちゃめちゃ仲良しだったよね。うん、はい、次。はい、次。質問箱募集中です。あ、これ、超ね、やばかったです、私。話がなくなるときってどんな感じ？あー、寝るのも悲しかった。でも、うちらは卒業と同時に、そう。一応休館っていう感じ。なんか、私は、当時のマネージャーさんに、撮影終わりに、自分の地元の駅着いたら電話してって言われて、電話して、で、その時に、なんかマネージャーさんも泣きながら、花中なくなっちゃうのって言ってて。かわいいマネージャーさんね。かわいいマネージャーさん。かわいかった。で、私も、えと思って一瞬なんか、すごい心臓ガーンって殴られた気がして、なんかそれからもう、なんかあんまふざけないで、撮影頑張ってた気がする。でもなんか編集部で直接聞いた気がするの、その時たまたまなんかルナが一番早かったんじゃないかな。そうかな、編集部呼ばれて話聞いた気がする。泣いたな、多分。確かめっちゃ悲しかった。あ、なんかもっと頑張ればよかったねってうちらがってなったよね。その時の最年長だし、潰しちゃったねって謎の席、うちらが潰しちゃったかなとか思ってたよね。そう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 、すごいなんか責任を感じた。めっちゃ、です。次、はい、なんかこれルナにやってもらえばよかったね。喧嘩とかしたことありますか？ある？ない。ないよね。うん。
喧嘩はない気がする。なんかだって、撮影の時とかめちゃめちゃ一緒にいたから、多分なんか、意見が合わなくて、うんってなったことはあるけど、それも終わるし、なんか喧嘩にはなんないよね。そうだね。なんか意見は、なんかまあ反対じゃん、結構生活が。反対。うん。だから、合わないことはあるけど、なんだろう、あんまり、私が気にしないからかな。ルナも。そう、イクが気にしない、うん。イクが気にしないことに対してルナが勝手に決める。ルナが気にしないことに対してイクが勝手に決めるみたいな感じ。私がたまにして、気に食わないなと思ったら拗ねるっていう。そうだね。で、放置するっていう。そんな流れ。喧嘩はないね。仲良しずっと。なんだろう、どれかな。結構来てる。どん。マッチューで憧れの先輩は誰ですか。いた、うん、いたって言っちゃあれだけどさ、誰っていうのあった、こなんかこの人あって。あー、でも私はレイちゃん。ん、安井レイちゃん。あ、レイちゃん、レイちゃん、あ、そうか、先輩か、一応行くにとっては。なんか私はギャルにすごく憧れてたから。そうね、中学の時ね。ギャル系担当だった。ギャルと思って。でもギャルになりきれなかったよね。ちょっとダサいギャルになっちゃった。ルナでも、なんかその、萌ちゃん、モン吉の後を継いでみたいな感じのポジションにさせられたから、うん、萌ちゃんを見て研究してた。撮影中ずっと萌ちゃん見てた。そうなの。それもそれでなんか嫌だね。そしたらあなっちゃった、劇場を受け継いだ。あ、そっかそっか。うん、待ってね、いっぱいコメント来るけど、うん、コメント読めてない。あ、そうだ、コメント読む時間にする。じゃあ質問いっぱい来てた。うん、なんか結構来てた。でどちらがイクミちゃんですかって言われてるよ。上です。イクミお疲れって言ってるよ。あのあんまり行ったことないんですけど、私はネクラなので家ではこんな感じです。あ、そっか、ふだんにとったらこのイクしか知らないから。そうそうそう、仕事してるイクはあんまり知らないから、うん、なんか私は外に出ないとスイッチが入らなくて。めちゃめちゃイクはネクラ。うん、でなんか明日のインスタライブやるんですけど大丈夫ですかねってマネージャーさんに言ったら、まあそういう一面もありますよねって言われた。された大丈夫とは言われないんだね。でもお家にいてテンション高い人すごいなと思うよ。すごい、ルノも別に高くないもんな。うん、全然喋れなくていい。うーん、シャイですか。シャイです。ルナはシャイですか。全然シャイじゃないです。どうやって支えてさ、コミュニケーション取る能力を身につけたの、ルナ。うん、生まれつき。いや、なんかかっこいい。人見知りの時期がないもん、わかんない。うん、いくは人見知りっていうか、なんかルナという二人でいてもめちゃめちゃ暗い時あるじゃん。うん、ネクラエピソードください。あ、これはもう何年もあのイクにも言い続けて話してるんだけど、こういう場では話したことないかもしれないけど、イクと、うん、多分高校生ぐらいの時に、なんか月に1回ぐらい会ってた時期に2人で遊んでて、うん、渋谷で毎回遊んでたんだけど、中高生ぐらいかな、高校生か、で遊んでて、で夕方になって、まあ、夜ご飯も当然一緒に食べるだろうと思ったら、夕方になって歩きながら、うん、じゃあ帰るね、バイバーイって言われて、帰って行っちゃってびっくりして、なんか前振りもなくて、もうそろそろ帰るとかさ、夜ご飯家で食べていいとか何にも言われずに、うん、じゃあ帰るね、バイバーイって、そのまま本当に歩き出して行っちゃって、うーって衝撃だった。しかも横断歩道、あの109の前のスクランブル交差点みたいなところで、あれは本当に衝撃的だった。すごいなこの人と思ったっていうエピソード。なんかお家帰りたいなと思ったら帰っちゃうんですよね。基本お家に帰りたいもんね、行くわ。基本お家にいたいんです。家が大好き。あ、すごい、ルナさん A 型って言われてる。めっちゃ A 型、うん、めっちゃ A 型。行くはめっちゃ O 型。私が怒る超 O 型、行くは。
基本別に細かいこと気にしないもん、ね、いい意味で、いい意味でも大雑把。質問やってもいいよ。あ、質問やる？なんか別にいくの個人的な質問でも全然いいよ。うん、答えれるのなら。最近ハマってることは何？え、ってか待って、もう20分経ってんの？でしょ？早いでしょ？すごい早っ。最近ハマってることある？なんか、てか最近ハマってるドラマとか教えてほしい。ネットフリックスユーザー？うん、何でもユーザー。あ、何でもいいだ。ネットフリックスだけど、え、ラブアラーム見た？韓国の。見てない。え、見て。超面白い。めっちゃヒロイン可愛いし、まあ、有名な女優さんだけどめっちゃ可愛いし、主演の、あと、あと男の子も超可愛い、かっこ可愛い。うん、見て。あとはルア、中国の映画、中国のドラマしか見ないけど。そうだよね。私、韓国のドラマって、これ知ってる人結構いると思うけど、なんか、チャングムの誓いって知ってます？皆さん。そうですよね。それめっちゃ好きで見てた、昔のお話。へぇ、見よう。どっかであるかな、見よう。韓国は面白いな。私は最近、日本の映画をいっぱい見てて、なんか、最高の離婚って作品が面白かった。リアルタイムで見れてなくて。エータさんとかのやつ？そうそうそう。超面白い。面白いよね。うん、あとね、私たち最近カジサックさんにハマってるんだよね。YouTube のカジサックさん。めっちゃ見てる。そう、カジサックさんの YouTube のセンちゃんの画像を送り合ってる。うん、イクがもう全部に登録してるから、うん、カジサック関連の。うん、かわいいねって。かわいいよね。はい、次行きます。あ、これは？好きな歌手は誰ですか？チョイスがなんかすごい合コンみたいになってる、一対一の。最近好きなことは歌手はとかさ、なんかもうちょっとさ、今だけしか話せないこととかないの？歌手、まあでも質問いただいた質問だからね。歌手、歌手何？誰？私ね、本当にあんまりこう歌でこの人が好きっていう人はいないんだけど、あんま聞いたイメージない。うん、誰だろう、この質問選んでて誰だろう。でもやっぱあいみょんさんとか聞く。自分あいみょんさん。うん、ルナは？ルナまた中国の歌しか聞かないから。え、そうなんだ。ルナ参考にならないからいいや。ルナ答えないで、僕本格わかんない。婚活パーティーかなって言われてる。あ、ね、ルナピーの好きなところはどこですかって。はい、どうぞ。好きなところ、なんか私は自分であんま決断ができないタイプだから、いつもルナがに相談を聞いてもらって、それでスパって言ってもらえるところがすごく好きです。はい、うん、あとなんだろうね、どこが好きなんだろう。うん、あ、大丈夫です、無理して考えて。なんや、あんま好きじゃないみたいな。あんま好きじゃないみたいです。全然大丈夫。あった？質問なんかある？ん？お酒飲んだら会話が弾けそう。ねえ、お酒飲みながらやりたいです、ね。お酒一緒に飲みたいね、なんか。うん。この間楽しかったよね。この間最後に会った時、お酒結構、韓国のお酒飲んで、結構後半酔っ払って、テラスハウスと、あと、相乗りの話で盛り上がった。なんか、ね、まだこういう、こんな感じになる前に、そう。大変なこと。結構前に、うん、会って楽しかった。楽しかった。二人は男の人のタイプは被りますからって。
え、かぶんないと思う。かぶらないよね。絶対かぶらないと思う。なんだろう。多分もし2人いても、違う2人を、違う人を選ぶのも高い。うん、絶対大丈夫。高校は一緒じゃないですよ。そう、一緒じゃないんです。全然違う。仕事が一緒だった。一緒に説明会とか行ったよね。え？一緒に説明会とか行ったりしたよね。あ、そうだね。説明会一緒に行ったね。懐かしい。なんだろう。ちょっと待ってくださいね。あ、これどう？これってどう？これ私超話ある。エールが普通にあの定期的にやるさ、応募して、うんうん。年一の事務所から入ってたけど、うん。で、それ何人かその、あの、この子たちでーすって、試しに2ヶ月ぐらい、2号ぐらい出て、で、そこからこの子たちに決まりましたっていうのが出た。行く途中からポンだよね。私は、あの、編集部に行って顔合わせっていう、なんかちょっとこう、顔を見てもらって、お話しさせてもらって、で、その次の撮影からちょっと参加してみてくださいって言われて、で、なんか、どれぐらいの期間、使用期間があるのかなと思ってたのね。はっきりしないもんね、だって別に合格とかないじゃん。の子に聞いたら3ヶ月ぐらいかなみたいな言われたから、3ヶ月で、で、そこから、じゃあ、あなたはモデル、花ちのモデル専属でなってくださいって言われると思ってたのに、卒業するまで言われてないから、もう毎月ドキドキ撮影の電話来るだけね。これでもね、終わるときに編ずっ集と長に専属ではなかったんだ。ずっとドキドキしながら専属モデルやってた。周りに結構でしたよね。周りに表紙させて結もらって、なん構かはしゃぎ私た。サプライズ多くて、個々の企画やりますってなって、じゃあ撮影しますって言って、で、次の時に発売される号だから、その時発売された時に買いに行ったのかな。そしたら自分が表紙にいたの、大きくドンって。で、え、えっそうとだった思っの？て、そう、表紙って知言らわれてなかっないた、の？言われてないの。だからね、えー、すっごいかけられてるの、ずっと。表紙は言ってほしいね。そう、心の準備ってものがあるじゃん、やっぱり。ける。おすすめのラーメン教えてくださいって、あるラーメン大好きだよ行くでね、しょ、私ラーは。メン。うちは大好き。ルナもやろうラーメンラブ。どこ？やろうラーメン。でも、いくも臭い系のラーメン大好きでしょ。一回臭すぎてさ、くせえって言われた。ちく、筋肉くせえって。私は、でも中本好き。激辛大好き。んま分かんなかったな、言ったけど。本当？ルナちゃんはしっかり者？しっかり者でお互いの変な癖教えてくださいって。す。私は、めっちなんゃか集あるな。中すると、こうなる。家族が、ねえ、ちょっとしゃくれてるよって。え？みたいな。なんかね、すっごくね、口をね、受け口に従あ、でうも、の、集わかる。ルナもそ中。う。自分でわかる。なんか、携帯とか見てるぞ。なんか。え？わかるよね。ね、それわかるし、やすばいごい。やばいと思って、こうやってやる。トン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 って。あとさ、携帯近くで寝ながらこうやって携帯見ててさ、片目つぶんない？わ かる？それ、乱視だからかな？片目だけで見られないと思って開いてくんだけど。片目だけでこうやって見ちゃうの。よくないよね。って思う。あ変と、な、私お互いの変な癖じゃないし。鼻触っちゃうの。だってずっと。よくないね、それ。そう、だからね、今ここのファンデーションがはげてきました。起きる。いくみさんマイペース、めっちゃマイペースですよ。そうなんですよ。待ってね。見よう。その。
1分間しゃくれながら会話してください、うん、絶対嫌です。ちょっとやる準備して、絶対スクショされるも嫌だよ。うーん、なんだろうな、 あれなんか間違えた、あ答えよ答えよ答えよ。ルナも答えれる、イクの好きな男性タイプ。え、私の好きな男性タイプ答えてよ。いいの自分、うん、多分なんかイクが何しても笑ってくれる人。うん、なんか別にイクがなんかしっかり者っていうタイプでもないし、姉御肌とかついてこいっていうタイプでもないから、なんかイクが何してもなんか例えば何をし何か失敗しても笑ってくれるし、なんか怒らない人、怒る人絶対ダメだと思う、イクには。なんか温厚な人、一緒にいて楽しい温厚な人。うん、でも見た目男の子っぽい人がいいと思う。なんか可愛い系のイメージない。男っぽい人。上か下なら上かなって感じ。うん、多分。私が結構甘えたいタイプ。かな、うん。甘えられるの絶対無理でしょ。キモいってなるでしょ。甘えられるの絶対無理でしょ。なんかもうカオスだよね。甘えたい甘えたいから。大人ってしかない。イグル甘えられてたら笑う。ルナピーのタイプは、目がクリクリした人です。見た目やん。そうだ、目に特徴のある人が好き。クリクリとか目に特徴のある人が好き。でもルナのタイプってわかんないかも。あんまりなんか。でも聞いても忘れちゃうんだよね、ルナの。興味持ってよ。持ってるんです。なんだろうね。ついていきたくなる人かな。何も笑ってくれる人がいいよね。何。かっこいいこと言うのやめて。髪かき上げながら。やばいやばい。ちょっと待ってください。もう30分。二人で遊ぶとき何しますか？二人で遊ぶときはもうご飯しか食べない。別に遊ばないよね、最近。昔はよくさ、楽はめっちゃ行ってたよね、水道橋の。覚えてる？めっちゃ行ってたよね、うん。うん。あと、なんかもうとりあえず原宿行って、プリクラ撮ろうとか。高校に行ったって1年に1回。え？覚えてる？今動いた。一時一年に一回会わないかの時期あったよね。うん。ルナさん、ミクさんと会えてないですか？ミクとも会えてないです。誰とも会えてないです。ありがとうございます。質問。遊園地行きたいな。行こうよ遊園地。富士急行く一緒に。うん、めちゃめちゃ先だ話だけど。うん。富士急行こう。行きたい、ちょっと行こう。え、あり、富士急行こう、決まり。二人ですか？お互い二人だよね。ん？なんかちょこちょこルナが止まるよ。切っちゃった今iPhone の電源。あ、ほんと？すごいいっぱい来るんだね。ありがとうございます。久松さんこんな感じだったんだ。てんてんてん。え、あれ引かれてる。そう、私は結構こんな感じです。引く要素ないけど質問やってもらっていいですか？ちょっと回してもらっていいですか？時間あんまないんで。次からってかやるか分かんないけど、次はルナの方にしたいな。これをルナが回す係やるわ。うーん、体型維持の秘訣ありますか？ちょっとモデルさんっぽいこと。え、来てなくない？え、今送ったよ。私映ってる。当てた、またこの師匠。あ、アンチエイジング？体型維持の秘訣は。あ、体型維持。
それ、うん、いく痩せたよね。なんか私はでもやっぱ上半身はすごくお肉がつきやすくて、下半身は足めっちゃ痩せた。そう、なぜか。でも胸が小さいもんね。全然ここのお肉を取りたいです。でもルナは顎がめっちゃ羨ましい。顎があるからね。そう、ね、一回これルナいなくなっていい？一緒に。で、ちょっと待って。え、どういうこと？いなくなるって。いなくなっちゃった。来た？いや、一回そのインスタ閉じたんだけど。これ。一人になっちゃいました。あ、これまたルナから来るのかな？これかな？リクエストが見れない。いたるな。どうやって足痩せたの？でもたくさん歩きました。とりあえずトレーマーよ。不安だったよ。はい、質問答えていいよ。はい、答えるね。これなんだろう。二人の黒歴史教えて。え？黒歴史？いつの黒歴史？うちらの黒歴史？黒歴史、本当の黒歴史でいいの？え、ある？自分の考えてね。私は自分の考えるから。あ、自分のそれぞれね。え？あ、でもこれは結構悩んでる人とか多いかもしれないけど、私ってめちゃくちゃ思春期ニキビがひどくて、あ、本当にこのおでこの部分がずっごいボツボツしちゃって、で皮膚科とか10件ぐらい行っても治んなくて、でなんかもうそれでどうしようどうしようって泣いてる日々だったんだけど、漢方で治りました。あ、漢方なんだ。治したの？漢方ずっと飲み続けて、でも結構飲みにくい漢方だった。あ、だからオブラートに包んで一気にはいって飲んで。めっちゃ飲んでるんだって何年も。待って、黒歴史別にないんだけど、また思いつかない本当かよ言ってるのは黒歴史わかんないけどでしょ。ないの？え、黒歴史。お互いの印象は、はい、第一印象、いじりたくなるなって感じなんかすごい緊張してこんなになってたからすごいなんか同い年って知ってたし、面白そうだなって思った。中学1年生ながらになんか緊張するとこうやって人のこと見るんですけど、でもそれを誰かに絶対見られてるっていう私はルナの第一印象はもう男の子育てっていうドラマにルナが出てて、あ、そうか、それで、そうです、あら、あ、ルナちゃんだみたいな、ルナちゃんって言ってましたね。はい。はい。これ、質問選ぶ人はあれだね。重要だね。ん？質問選ぶ人は。そうだね。テンポがね、大事だからね。そう。ちょっと私はテンポ悪めですね。次やれたらルナがやる。なんだろう、これはある？ルナ、ごめん、ない。ゲームやるからルナ大丈夫、答えていいよ。ゲーム好きでしょ。 LINE ポコポコしてます。え、 LINE ポコポコ、え、本当に言ってんの？本当だよ、ママとちょやってるもん。やばい。でもつむ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 ランドはこの間までやったけど、もうやばいから消した。やっちゃうから。やばいよ別に。
好きなお酒知る。梅酒。本当。かわいい。本当本当。私はハイボールとワイン飲みたいです。大人だね。いく結構何でも飲めるもんね。ビールも飲めるでしょって。うん、好き。です。です。あの、もう。面白いできてる。古くないですよ、LINE ポコポコ。古いよ、めっちゃ。でも、ちゃんと更新されてんだね、バックなんていうの。アップデートされてんだね。あ、じゃあ、これを答えてください。え、かわいいエピソードほぼない。イクミンのかわいいエピソード。イクミン？イクミンなんだ。そう。イクミンのかわいいエピソード。え、待って待って、かわいいエピソード。天然なエピソードがめっちゃあるけど、待って、思い出せない。逆になんか覚えてる？自分で自分ではないよ。え、待って、なんだろう。なんかいっぱいあるんだけどさ、古すぎて覚えてない。いや待って、天然エピソードめっちゃあるんだけどな。ちょっといいよ。もう可愛くなくていい。え、ちょっと本当覚えてない。何も今思い出せない。ダサーです。思い出したら言う。はい、次。早寝早起きしてますか？それとも夜更かししてますか？何時に寝てんの？え、でもね、日によるすっごい早く、なんか10時半とか寝る日もあれば、ちょっと夜更かししちゃう時もある。1時ぐらいだな。うん、でもなんか、でも2時まで行っちゃう時もあるね。結構今早起きは 9時起き。2人でカラオケ行ったりしますか？昔めっちゃ行ってたよね。うん、なんか中学生の時とか超行ってたよね。めっちゃ動画が、あのガラケーに残ってる。この間送られてきてない。送った高校生ぐらいまではカラオケめっちゃ行った。行くぐらいで一緒にカラオケ行くの、うん、え、もう次なんだ。どういう旅行したことありますか？喋ってんだけどまだって言われたから2人と旅行したことないね。え、ないよね。ないっけ。なんか撮影ではあるよ。あの、京都とかさ。ああ、そうそうそう。舞妓さん。そうそうそう、舞妓さんの格好して。旅行意外とないよね。行こうと話してるんだけどね。うん。行こうね、グアム。ねえ。ねえ、なんだろう。あ、これを自宅です。はい。イクミンの長所って、ああ、それはわかりやすい。長所は、優しい。温厚、めっちゃ。なんか別に、ピリピリしたりとか、顔が喜んでるよ。顔が喜んでるよ。嬉しい。それ怒ったりしないし、優しいし、なんか一緒にいて落ち着く。うん。短所は。短所？ちょっと抜けすぎ？あと、気分屋。めっちゃマイペース。別に短所、嫌なわけじゃないけど、なんかびっくりするたまに。聞いてる？みたいな。そうそう、なんかどっちか言われる、いろんな人に。もう帰りたいでしょ、みたいな時がある。私、すごい質問されてんのに、なんか自分の中では答えてる気になって、でも口が動いてなくて、そう。みたいな。めっちゃある、それは。あります、すいません。なんだろう、結構もう答えた中で、同じような質問が多い。そう。じゃあ一回閉じる。あ、待って、ルナ、なんだろう、これなんだろう、ルナピーの優しいエピソード。え、ルナ優しいエピソード、基本優しいけど、なんか本当に私がそっちにじゃない、なんて言うんだろう、本当に私が進むべき場所じゃないときにちゃんと怒って正してくれるところが好きです。あ、別にめっちゃ悪いことしようとしたわけじゃないからね、行くが。なんかちょっと、そういう時ってあるじゃないですか。どっちに行けばいいんだろうって分かる時とか。
これちょっと待って、あ、これなんだろう、一番ハードだった、ハナチューデだよね。うん、え、じゃなくてハナチューデじゃん、ハナチューだね、多分。なんだろう、あるよね絶対、何かしらはあるね。夏に冬服着るとか、冬に夏服着るとか以外でだよね。うん、でもなんかルナはマスカラの特集やってて、なんか 2,30 本ぐらいマスカラを変えなくちゃいけなくて大変そうだった。そうなんだっけ。うん、気にそんな顔になりながら撮ってた、目のアップだけ。あったかもしれない。行くのハードだった撮影。うん、もうね、なんかハードというよりそれを楽しんでたよね。なんか別に悪いイメージ、思い出がない、一切全部楽しかった気がする。どうなんだろう。その特集覚えてる、覚えてる人がいる、嬉しい。ルナでもあんま覚えてないのに。何が？そのマスカラのページ。そんなあったっけ？覚えてないの。大変そう。じゃん。もう一度戻れるとしたら何歳に戻りたいですか？中1？ あ、うん、なんか中1もっと仕事を頑張ればよかった。中 1？ うん、中1でそんなこと思ってんの。すごい。ちょっとそしたらなんかさ、変わってたかもしれないじゃん。あ、今話の話してるからそう言ってるだけかもしれないけど、中1に戻りたい、うん、ある戻りたい年齢。なんかもう戻りたくないね、うん、過去めんどくさくない、うんね、結構充実しちゃった。なんか戻らない、いろいろありちゃったし戻らなくていいかも。ちょっとコメント一回読めますね。イクミンのチャームポイントは言った？言ってないか。チャームポイントってなんだっけ？可愛いところ。チャームなポイント。どこだろう。どこだろう。自分で言おうとしてる。そういうこと。あれ、これルナと自分で答えとしてんの。ルナに聞いてんじゃないのこれ。イクミのチャームポイントはポワーンとしてるところ。もうなんか今日どうです。あ、ね、ルナピーのかっこいいところは何ですかって。かっこいいところ、かっこいいところかっこいいところって友達に対して感じる？なんかあんま洋服とか買うときに迷ってるとこ見たことないです。買い物に連れて行きたい友達ルナでしょ。そう一緒に行きたい、早く行きたい。そうだね、行こう買い物。めっちゃ買い物一緒にしたよね。109に毎回お正月 あのセールで行くんだけど、毎年始に行くと。そうすると行くはサーファー系のとコーナーに行ったから、何時間後に集合って感じで別行動するんだよね、109の中で。昔の話ね。うーん、すごい。迷ったりするんだね。超迷います。マックの好きなメニューって、うん、マック食べたくなっちゃうじゃないですか。マックあんま食べない。でもポテトを食べたいね。マックのポテト美味しい。あ、おかゆの具材はルナ。難しい、やだ。あ、そうそう、ココルルとかブルムンです。超懐かしい。なんかブルーとかイエローのジャンバーばっか着てました。ね、
自粛後一番したいことはだって。でもやっぱディズニーとか富士急とかそういうとこ行きたいね。お出かけとか外食したいな。友達に会いたいね。飲みに行きたい。飲みに行きたい。外で。二人の笑えるエピソードはだって。笑えるエピソード。なんか思い出したらめっちゃありそうだよね。なんか日記とか読んどけばよかった、うん、昔の。昔めっちゃ日記書いてたから毎日。いくめっちゃ登場したと思う。日記書いてたの？書いてたよ。高校2年生ぐらいの。あ、ずっとか。ずっと書いてた。10代は。いくと笑えるエピソード絶対あるよね。そうだね、多分あるけどちょっと忘れちゃった。ちょっと思い出せない。久松かわいすぎて草あざ草生えてる。好きな男性の仕草は？好きな男性の仕草、仕草っていうよりいい香りがする人が好きです。おー大事。最近ね、その草っていうのも知ったの。 WW って草ってことでしょ。うんえ、最近知ったの？なんか全然ギャル語とかにも分かんなくて。そうだね。そう、いくネット系に疎いもんね。そうなんです。だからさっきも始まりもハプニングになったんです。分かんない分かんないです。ずっと怖かった。怖いよね。どっちが足臭い？足臭くないです。足臭くないと思う絶対。好きなネット用語。ネット用語ってなんだろう。ネット用語も別にわかんない。え、ネット用語ってどういうのですか？教えてください。ん、ユーミンは情報が遅い。遅いです。難しいね。ちょっと無言で読んじゃってる。酔っ払うとどうなる？どうなる？だから行くのも行く。お互いあんまりさ、お互いの前でさ、めちゃめちゃ酔っ払ったことないよね。うん、気持ちよく楽しく飲んで。ないんだよね。今度それやってみたいね。それがめっちゃテンション上がっちゃうけど。ずっと笑ってる。行くもテンション上がるでしょ。そう。あれ違う。テンションが。じゃあ今度酔っ払うまで飲んでみよう。で、楽しく飲みたいです。あ、見て、こういうのやってこうよ。今のテイリップ教えてください。いや、あの 3CE の、あ、どこ行っちゃったんだろう。ごめんなさい、ちょっとないや。 3CE のやつ。 3CE かわいいよね。なんかこれね。あ、これだ、これだ。あ、そうだ、かわいい。え、この色めっちゃかわいいよ。ね。116。めっちゃかわいいの。イクにもおすすめしたい。イクとが似合う色が同じだから。うん、そう。肌がちょっと。今度買ってあげる、これ。ちょっと大丈夫もん。はい、終わり。K1 のベスト KO を教えてくださいって、この K1 の中室プロデューサーが言ってくれた。もうありすぎますけどね。なんだろう、ベスト KO 賞。ちょっと待って、今一番すごい今回の、前回のトーナメントの木村フィリップミノル選手のトーナメントは全部すごかったなと思います。すいません、ちゃんと答えられなかった。急に仕事モードすごい。ピクミンパジャマじゃないです。着てます。あ、それパーカーお前も着てたの、この間。うん、あ、そうだ、これ着てたね。ルナピーのよくする表情は何？真似して。3、2、1、はい。やる。あれ見てって言われるとってなっちゃう。勝負スパイク見えないんだよね。
ルナピはもうお仕事は前のお仕事はしないです。イクミンシャンプー何使ってますかって。シャンプーはもう普通の市販のやつです。ちゃんとこだわりたいんですけど、ちょっとでもね、わかる、なんかいいシャンプー使ったこと。晚上好、晚上好。すごいね、イクミってなんていうの、イクミ、シャマ、イクが読めない、なんとかし、ごめん、そういう答えない。名字はわかるけど、名字はちゆさん、ちゆさん。ルナピーのお仕事はまた機会があれば話します。ね、編集部の皆さんに一番怒られた思い出ありますか。怒られた思い出、うん、え、ふざけすぎ、うるさい。でも怒られた、でも自由にさせてもらったよね、めちゃめちゃ。でもうるさいってよく言われてたよね、うん、ちょっとはしゃぎすぎて撮影が進まないみたいな。楽しすぎてね、めっちゃ。あと撮影中泣き出す、泣き出して怒られたのはめっちゃ覚えてる。もう覚えてないかも。あ、めっちゃ覚えてるよ、泣き出しちゃった。もうすぐ1時間経っちゃいます。そうですね、早いですね。これね、1時間経ったら切れちゃうの。え、そうなの。1回閉めなきゃいけない。いくの本ね、あと何分っていうのが出る。へえ、出てないよまだ。なんじゃない、多分あと2分3分ぐらい出ると思う。でもすごい面白いね、インスタライブ。え、すぐ終わっちゃうでしょ。うん、ね、これを機にちょっとまたルナとやれればいいなと思います。なんで泣いちゃったのってめっちゃ来てるよ。なんで、私が泣いたの。なんでだっけ。ルナも泣いたことあるけど、なんか思春期だったからね。そういうよくある悩みで、なんかそれをなんかお話し合ったりとかしてて、撮影中にで悲しい音楽をかけられたの。編集部さんに自分たちかけたのかな、音楽は自分で流したから。そしたらなんか泣いちゃって、ね、撮影中に泣かないでって来られた。全然っていう花中、めっちゃ嬉しいね、花中のこと。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、ルナちゃんお姉さんみたいだって。うん、そうなんです。最後、じゃあ終わりました。イエーイ。懐かしい。全然可愛くない。じゃあルナありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます、こちらこそ。あと1分ですってなってるけど、こっちになってないけど。あと1分ぐらい。そうなの？普段無事になってない。だってこれバタンってこう切れたら怖いね。テラサーズみたいに。腹筋のバタンみたいになっちゃうから。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ね、楽しかったね。楽しかったか。なんかすごい自己満のね、そういう感じ。次またやろうね。うん、またやろう。時間怖い。めっちゃ終わりましょうか。またやる。次はありがとうございます。またそのうちね。バイバイ。おやすみ。バイバイ、ルナ。バイバイ、いく。ありがとうございました。バイバイ。